一派が待ち受けてると思っていたんだけど、肩透かしね。何があるかな。
エンブレムですよ。エンブレムがあるわね。昭和の身を捨てたお前たちはデミゴットにだって勝てるはず。さあ、試してごらん。 大丈夫。どうぞ。来た来た。お待たせ。
しっかり。頑張りましょう。落ち着いた。行くわよ。頑張りましょう。助かる。私の番ね。頑張りましょう。落ち着いた。行くわよ。
デミゴッドたちよ、聞くがよい。ウィンダムのアビシーたちは調和の身を捨てて、かつての地位を取り戻すべく戦っている。ディソナンスの美に魅了され、その美を世界に広める戦いだ。さて、デミゴッドたちに聞きたい。この調和の世界は命を賭して守るに値するのか。カビ臭い使命感と誇りに後押しされて、お前たちは何を守る。種族の誇りを捨て、調停者どもに都合の良い世界を守るために、お前たちは家族を、未来を捨てたのか。アラシア、あなたは気づいているはずだ。聖獣の召喚によって、あなたの命はどんどん削られていく。あなたは果たしてデミゴッドの任期を全うできるだろうか。黙っていても任期とともに終わる命、その命をさらに削ることに何の意味がある。それでいいのか。我々と手を組まないか。誘ってもらって光栄だこと。でも心配はいらないわ。限りある命だからこそ懸命に生きるの。永遠ではいられない。その自覚が私を強くするのよ。それにね、召喚は私の命を削ったりしない。むしろ若返るように思えるわ。何しろ私は調和の守護者、デミゴッド。聖獣と私は上手に調和しているのよ。なんて感銘で愚かなの。話し合うだけ無駄ね。待って、言ったでしょ、話すことはないの。特にあんたとはね。孵化したその日から育んだ私たちの友情はどうなるの。あら、あらら、捨てたのはあんたが先でしょ。止めてくれるのを待っていたの。じゃあ今止めるわ。戻ってきなさい。私の右腕になってよ。もう遅い。手が届くほど近くにいるのに、心はこんなに離れているなんて。黙れ黙れ黙れ。これは数が多すぎる。一度撤退する。フェドラまで戻れ。フェドラのところまで退却。急げ。フェドラよ、どうか逃げ延びて。
頑張りましょう。お待たせ。大丈夫。お待たせ。大丈夫。お待たせ。それ。あら。
お待たせ。それ。ありがとうございます。光よ。舐めたらいけませんよ。まあ、うる。おやせ！アレック、早くここを離れなさい。おやせ。ヘベリオンを襲ったアウィシーどもが許せなくてな。少々無茶をしてしまったよ。ヘベリオンは私の数少ない顧客だからね。本当は調和の民にこそ私の果実を食べてほしいのだが。親父も混沌だのディソナンスだのを目指すのか、あの武器なのか。私が夢見る世の中は今よりもっと高い次元の調和が実現した世界。彩りの豊かな調和だな。彩りの豊かな調和。俺にはわからない。お前はまだ若いからな。心の中にそれを持っているのさ。なるほど、わかる気がするぞ、ウェンダール。わしの心は灰色の調和じゃ。こんな辺境にいても調和の乱れは伝わってくる。デミゴットは忙しいんだろう。さあアレック、行きなさい。ありがとう、ウェンダール。ありがとうございます、アレックのお父さん。アウィシー族がごめんなさい。じゃあな。ウェンダール、ありがとう。あと3ヶ月だな。顔を見れてよかったよ。素晴らしいですね、調和の賜物です。すっかり立派になったフェドラに乗ればすぐにでもウィンダムに攻め込むことができるね。あの町はおそらく不実の都の拠点になっている。その前に私はもっと聖獣の力が欲しいわ。みんなはジマーの家の神殿の地図を見た？行ったことのない神殿がいくつもあったでしょ。そんなに聖獣を集めてお前の体が心配だよ。セリンに比べたら年寄りだけどまだまだ大丈夫よ。ウラン、どうしますか。あなたの判断に任せますよ。調停者からは何か。まだ何も。調停者たちはこの世界に興味はないのでしょうか。
いらっしゃい。またどうぞ。いらっしゃい。
またどうぞ。いらっしゃい。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 またどうぞ。はい。任せて。いらっしゃい。いいですか。ありがとうございます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 。いいですか？ありがとうございます。いいですか？
ありがとうございます。またどうぞ。